ウールイコールエイコール・ロワール県は、フランスのサントルイコール・バルド・ロワール地域県の県で、ある。その名称は、ウール川とロワール川に由来する。ウールイコールエイコールロワールと1790年、以前の州、オルレアネー、ラペル州、イルド・フランス・フランス革命中の1790年3月4日、新設された県である。かつてのオルレアネーの一部、メーヌ、 ビルドフランスの一部からなる。中世に現在の県の領域を事実上支配していたのはシャルトルである。シャルトルはトウモロコシの市場が開かれるボースの豊かな文化のおかげで成長し、宗教的な評判はシャルル2世が876年に寄進した聖母のベールという聖異物のおかげで高まった。百年戦争ではパリにもオルレアンにも近いために、 幾度かの紛争の舞台となった。戦争を終わらせたブレティニーの和義の舞台となったのは、シャルトル近郊のブレティニー城である。革命の初期、県は、ボース論県になると考えられていた。ボースという地名は、アンシャンレジーム時代採用されなかったからである。名前を決めるのは、本質的には、政治的なもので、革命のイデオロギーと完全に一致することが求められ、 地理的なものからではなかった。ルペルュは、成長が遅れ、19世紀初頭には、カナダ・ケベック州への移住を経験し、パリの富裕階級の中でその母性の支出のため奪わになるものの出身地として知られた。ナポレオン3世が起こした1851年12月2日クーデターの後、ウールイコール,イコールロワールは大規模暴動に対処するため法以下に置かれた剣の一つだった。 100人弱が逮捕された。1870年の不仏戦争では、県は厳しい状況に置かれた。ロアニーの戦いが起き、シャトーダンはプロイセンによって火を放たれたのである。県は、パリ大都市圏の南西に伸び、いくつかの平野を含んでいる。ウールイコールエイコールロワール県は、フランスの他県と同様、第二次世界大戦後の人口ブームを経験している。 1946年から2007年までの人口成長率は国内平均の57%より高い63.66%だった。参照元、スプルフィ・イン・エイエ・ポア・レアネ・ネイ2006-2007。ありがとうございます。